本日もね、1万円コーデです。せーの、まこです。半熟もんじゃせんべいって美味しいのかな。で、今日やる1万円コーデはこちらです。鶏肉、じゃじゃーん、自由です。一つずつ紹介していきたいなと思います。いってみっぺ。1,2,3,4,5,6,7 7点取って値段が9,968円。安っ。白のエアリーシャツ、袖がこうくるんってなってるタイプですね。一旦着替えます。せーの、はい、こんな感じです。とにかくシンプルな、何も文句がない。いろんな色あったんだけど、白が一番使いやすいかなと思って白にしました。次、次がチルデンニットベスト NC1,490円、こちらです。まあ結構生地が厚めなので、夏というよりかは秋。色があとブラウンとかあったんですけど、個人的にネイビーの方が好きなのでネイビーにしました。着替えます。せーの、ドン。はい、私はね、このシャツとベストの組み合わせが好きなので可愛いかなと思います。いやでもね、これは熱い。次、こちらです。チェックミニスカート NC の値段が1,490円。まあ、なんかチェック柄になってる、ここにボタンがついて、台形スカートです。こんな感じ。これも他に色があったんですけど、あのベストのね、色と合わせようと思って、この暗めのチェックにしました。せーの、うん、あの後で全身写すから一旦待っててください。なんか指にすごい。次、ダットスニーカーの白、これ1,990円。どういうこと？なんか安すぎて心配になる。結構ソールもあるので足が綺麗に見えるかなと思って買いました。次、ローキャップのネイビー、値段が990円。なんかすごいゴルフしてそう。はい、こういう被り方する人ってもういないのかな。よー、次、靴下290円です。白のソックス、リブソックスですね。靴下を履いてね。でね、これだけで終わりだと思うじゃないですか。あのまだあるんですよ、これが最後。オーバーサイズのウェシュットティーのノースリーブ、紫色の、これが1490円で買いました。これは、リップについたよ今。大丈夫？なんかね、大きいの買ってみちゃった。これ XL なんですよ、だからとても大きいです。ワンピースみたいな感じ。それではトータルコーデをどうぞ。せーの、まこです。今回は GU の洋服で1万円コーデをしてみました。なんとね、2パターンもできるという、ちょっとこれは驚くべき結果だったんですけど、なんかちょっとスクールっぽいコーディネート、これはなんかゴルフっぽい。ということで、みんなも GU に行ってみよう。終わった。
Thank you.